こんにちは、高畑敦子です。こんにちは、鶴見慎吾です。若村真由美です。いよいよ初日を迎えます。この稽古はですね、稽古中から本番のような明かりの中でやったり、毎日を初日だと思ってやってきました。今が初日だと思って私はやってきました。ですからこれからの本番は稽古だと思ってやりたいと思います。なるべくだらけてドロッとそれでももう大丈夫だと思うんです。本番中、いや、じゃあ稽古中に本番だと思ってきたから、すいません、頑張ります。頑張らないようにします。はい。いや、あっという間に本番を迎えることになりました。もう濃密な1ヶ月ちょっとだったんですけども、3人だけしか出演者がいなくて、どういう芝居になるんだろうってビクビクしながらやってたんですけども、もうそんな心配は全く、杞憂に終わりました。ユーモアもあるし、考えさせられるところもあるし、もう濃厚なお芝居を皆さんに届けられると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。瞬間瞬間本当にスリル満点です。もういろんな意味でもう最高に面白いです。そして本当にずしっときます。最高の芝居です。はい、2回以上見る価値あると思います。いや、それはありますね。私もぜひ客席で見てみたいです。それは無理です。ダメ。だけど3人しかいないんだから。こんなでもこんな感じでお芝居できたらいいなと思ってます。本当ですよね。次に相手が何を言うかわからないし、自分も何を言うかわからない、このスリルとサスペンス。あ、それをスリルとサスペンスっていうのか。失礼しました。劇場でお待ちしております。舞台チルドレン、9月8日から10月30日まで全国で上演します。ぜひ劇場にお越しください。